はい、こんにちは、116インズです。さあ、今季の頂点を決める戦い、プレーオフがいよいよ始まりましたね。2001年以来21年ぶりにワイルドカード2枠目でプレーオフ進出を決めたマリナーズは、今日からブルージェイズと敵地トロントで最大3連戦のワイルドカードシリーズ。若い選手が多く、プレーオフの経験もほとんどない選手たちばかりのマリナーズなので、初戦緊張でちょっと浮ついたりしないか少し心配していましたが、そんな心配は全くいりませんでしたね。初回ローリーのツーランなどで主導権を握ると、先発ルイス・カスティーヨの好投もあって、見事4対0でブルージェイズとの初戦を制しました。守備面ではほぼ完璧な戦いぶりで、浮き足立っている感じはなく、とても締まった今季のマリナーズらしい勝ち方だったと思います。2001年10月20日、ヤンキースとの ALCS 第3戦に勝利してから実に7652日ぶりのプレーオフのゲーム勝利。途方もない日数かかりましたが、まずは一つ取れてよかったなと思います。MLB.tv が突然荒ぶって、アメリカ以外の国の人間にはリアルタイムでポストシーズンの試合見せねえよと、ブラックアウトのポリシーを直前になって変更し、危うくこんな熱いゲームをリアルタイムで見れなかった可能性もあったんですが、批判が多かったせいか、その後やっぱり一部の国では見てもいいよとポリシーが変更となったおかげで、無事試合を見ることができました。 MLB.tv のランもまた印象的な一日でした。それにしても、ゲレーロジュニアやビシェット、スプリンガーなど好打者勢揃いのブルージェイズ打線をいきなり完封したのはすごいことですよ。今季のブルージェイズ打線、シーズン全体の成績が MLB 屈指であるのは言うまでもないですが、特に右投手に強く、対右投手の成績で言えば OPS が MLB 2位、WOBA も MLB 2位、WRC プラスは118で MLB 3位、平均打球初速は MLB で唯一90マイル台と、いい当たりも量産しているようなチームですので、マリナーズは初戦のマウンドを右投手のカスティーヨに託しましたが、まあ、いくらカスティーヨといえど2点3点くらい失点することは覚悟していました。それは別にカスティーヨの内容が悪いからとかではなく、単純にブルージェイズ打線をゼロに抑えるのが基本的には想定されない、それだけ考えにくいことだから、このように思っていたわけです。ロースコアの展開に持ち込みつつ、ブルペン勝負でどうにか1点2点リードして競り勝つのがマリナーズが理想としていた展開でしょう。ところが、今日のカスティーヨはチームが想定していた以上のピッチングだったんじゃないですかね。8回途中無失点無四球の快投、ヒット自体は6本許したんですが、ポテンヒットや内野安打などアンラッキーな打球も多く、本当の意味で打たれたという感じの打球はかなり少なかった印象ですよね。あの強力なブルージェイズ打線がカスティーヨにほとんど仕事させてもらえなかった、終始力で押される感じの打席も多かったのかなと。今日のカスティーヨはとにかくスピードが、それもフォーシームツーシームともにスピードがいつも以上に出ていて、序盤から100マイルを連発。実際平均球速で見ても、全球種シーズンの平均からプラス1マイル2マイルだったみたいなので、相当状態も良かったんじゃないでしょうか。試合後にブルージェイズのメリフィールドがコメントしていましたが、あれだけのスピードで変化が異なるボールが2球種あることが攻略を難しくさせたと言っていました。99マイル100マイルのボールがぐにゃぐにゃ曲がっていましたからね。6回裏にゲレーロジュニアを三振に切った内角のツーシームとか、まあ、こんなん打てるかという感じのボールでしたよ。最近のカスティーヨは試合序盤は素晴らしかったのに、中盤に突然制球が乱れて失点が重なる試合も結構あったんですが、今日はそういったヒヤヒヤする場面もなく、ビッグゲームにしっかり合わせてきました。そして球が走っていたことに加えて、8回途中まで投げた点ももう言うことがないですよね。ワイルドカードシリーズは先に2勝したチームが勝ち抜けとなる短いシリーズなので、他のシリーズ以上に1試合が重く、とにかく先発には長いイニング投げることを考えずに、序盤から全力で4回5回くらいまで抑えてもらって、あとはブルペンに託すでも全然問題ないんですが、序盤から飛ばしつつもその期待をはるかに上回る7回を投げ切った、これだけでも大仕事ですよ。もう文句なしの仕事ぶり、このためにトレードデッドラインで取ってきたんだと、取ってよかったと思わせてくれるような素晴らしいピッチングでした。ただ意外だったのは、7回終わった時点で球数が99球といつものマリナーズだったら交代を決断するタイミングなところ、8回も続投させた点ですよね。結果的にはもう一つアウトを取って、スプリンガーにデッドボールを与えたところで交代、ムニョスが後を抑える感じになりましたが、サービス監督にしてはアグレッシブな続投判断だった気もしました。まあ、それだけカスティーヨの調子が良かったことや、下手に交代させてタイミングの合っていないブルージェイズ打線にチャンスを与えたくないこと、さらにはマリナーズが ALDS に進出するなら、カスティーヨの次回登板はおそらくシリーズ第2戦、中5日と少し余裕のある日程となっていることも判断に影響したんでしょうかね。カスティーヨが一つでも多くのアウトを取ってくれたことで、ブルペンを明日以降に向けて温存できた点は、マリナーズにとっても好材料でしょうか。ということで、ここまではひたすらカスティーヨのエースぶりを褒めてきたわけですが、今日は打線もよく頑張りましたよ。
ブルージェイズ先発アレック・マノーアは9月の防御率が 0.88 で月間 MVP を受賞するなど最近絶好調の選手で、ここ8先発連続で6回以上投げて2失点以内に抑えるなどゲームをしっかり作れる選手なだけに、試合前はマリナーズ打線もそこまで得点のチャンスはもらえないだろうと予想していました。7月9日にマノーアと対戦した際も8回途中で2点、サンタナのホームランでどうにか勝ったみたいな展開でしたからね。まあなかなか点は取れないだろうと。ただ実際には6回途中までにマノーア相手に4得点、マノーアが1試合4失点以上したのは8月16日以来で、先月1ヶ月合計で4失点しかしていないピッチャーからマリナーズが4点も奪ったと。得点力不足に悩まされた今季のマリナーズ打線の不安定さを考えたら、これは快挙ですよ。初めてのポストシーズンのマウンドで立ち上がり少し速球系のボールが抜けるなど、荒れ気味だったところを攻め立てて、先頭のフリオがデッドボールで出塁した後にスアレスのタイムリー、さらには今日4番に座ったビッグダンパーことカルローリーのツーランで、幸先よく3点を先制し、ここでトロントのムードになる前に試合の主導権を握ったのが大きかったですね。ブルージェイズファンは熱狂的な方も多く、ロジャースセンターの盛り上がり方も他の球場とはまた一味違うので、サクッと先制したことで気持ちの面でも楽になったんじゃないですかね。明日以降も先制して今日みたいに終始優位に試合を進められると良いのかなと思います。明日の第2戦、マリナーズ先発は昨年ブルージェイズでプレーしたロビー・レイ、ブルージェイズはケビン・ゴーズマンと発表されています。昨年ブルージェイズでサイヤング賞を受賞したレイと、そのレイの穴を埋めるべく FA でトロントにやってきたゴーズマンの対決であると。今季シアトルでブルージェイズ相手に先発した際には、レイは6回1失点に抑えていますが、ブルージェイズ打線はレイのメインの変化球である左投手のスライダーにも強いチームなので、まあ楽な戦いではないでしょう。あと一つ勝てば ALDS に進めますが、やはり敵地でのシリーズなので、今日初戦を取ってようやくイーブンくらいだと私は思っています。3戦目にもつれたらホームで戦える分、またブルージェイズ有利に転びかねないので、この勢いのまま連勝でシリーズ締めくくってほしいところです。今日は本当にいいゲームができたと思いますので、マリナーズらしい試合運びに期待しましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。